寒いですね。はい、どんよりちょっとしておりますけれども、はい、今日はちょっとね、河川敷に来ております。はい、宮川河川敷ですね。はい、今日ですね、乗っておるバイクは、はい、こちら、はい、CRF250 です。はい、いいですね、やっぱりね、オクシャいいよね。まあモタードにしちゃってあるけどね、まあ本当に軽いしね、扱いやすいし楽しい。はい、しかもこの空波のトリッカーにも入っていましたけど、このバレル4の音いいね。また欲しくなっちまうよ。はい、ということでね、今日はまあこの CRF でブラブラしておるわけなんですけれども、まあちょっとね、最近、そうですね、よくあるこうコメントでね、空波さんはこうね、動画のコメントに、まあすごいたくさんね、こう返信をされておりますけれども、っていうような形でね、こうまあコメントいただくケースが結構ありましてね、まあ、どうなんでしょうね。まああまりコメントをこう返さない配信者さんの方が多いんですかね。まあ僕はちょっとよくわかんないですけど、じゃあまあなんでね、空波が、コメントを読んで返してるか、はい、なんですけれどもね、今日その辺をね、話していきたいと思います。はい、今まで話してこなかったと思うんでね、はい、今日は CRF に、乗っております。はい、また欲しくなってきました。はい、ということでね、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、空波はですね、なるべくこう、動画のコメント、はい、このコメントにですね、返信を、するように、はい、してます。はい、じゃあまあなんでね、それをしているのかっていうと、一番の理由っていうのが、これは前も言ってきましたけれども、やっぱり自分自身がね、動画を作って、それを配信するということによって、何かしらのね、リアクションを、まあ、見ていただいた方からいただけるということは、これはもう配信者としてはですね、無上の喜びです。はい、本当に楽しいことで、その感想を読まさせていただいて、まあ、それに対してまたね、返信をするというのは本当にさ、まあ本当に楽しい作業ですね。まあ、ですので、やらさせていただいていると、はい、いうことがまずね、一つあります。はい、でね、それとは別にね、まあ一つそうですね、空波のこう元ブログを見ていらしてね、空波取りってこうトーク力あるよなって思ってる方いらっしゃいますか？いる？ありがとうございます。もしいたら本当にありがとうございます。お前そんな大したことねえよって、いう方が、まあ、たくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、もしね、僕のその元ブログを見ていただいてて、空波の元ブログって、まあ、空波ってトーク力あるよなっていうふうに思っていただいていたとしたらですね、まあ、その一つの要因っていうのは明らかに、コメントを読んでコメントを返すという作業を、空波がしているからです。はい、間違いないですね、これは。あのね、コメントを読むとですね、本当に、その、まあ、言葉の大切さ、それから文字、文章の大切さっていうのはね、本当によくわかるんですよ。めちゃくちゃわかります。これ本当にね、皆さんと一対一でね、こうやり取りをしているわけなので、まあ、いわばその実践ですよ。真剣勝負みたいなもんです。それを、毎日のように、何十、下手すると100とか、いう形で勝負をしてるわけですよ。それはなんていうのかな、上達っていうか、まあまあね、剣にしたらね、刀の切り合いにしたら、それは上達するに決まってますよね。上達しなかったら相当アホだよ。本当にね、皆さんの文章をね、読まさせていただいてるとですね、ものすごくなんていうのかな、言葉っていうのは、言霊っていうのが含まれてるっていうのが本当によくわかるんですよ。でね、どんなにね、丁寧な言葉を使ってね、こうどんなに、こうなんていうのかな、こう、そうですね、仲良くフレンドリーに接しようとしても、言葉というのは本当に正直なんですね。まあ、顔は笑顔でもね、後ろ手に、ナイフを握ってる人の出す言葉っていうのはすぐ分かるんですよ。本当にすぐ分かってしまう。これはね、もう、いくつもいくつもそうやってね、コメントを毎日のように読んで返信をしているということによって、備わってしまいますね。こういう感覚については、これすぐ分かっちゃうんですよ。で、
やっぱりねコメントっていうのは、そうだな、例えば、思うのはね、この、まあ、例えば元ブロガーさんの動画であればその人の動画を見ていてこの人トーク力があるなって、思った段階で、思った方のトーク力は負けてますよね。はい、それは間違いないと思うんですよ。僕だってそうですよ。皆さんのね他の方の元ブログを見させていただいてこの方のトーク力には俺負けてるなって思う時あります。でその時点で、その人のトーク力すごいなって思ってるんですよ。でそれイコール負けてるんですよね。でそういったような段階の時にね、もう僕トーク力で負けてるなって思っている時に、その人の動画に対して、コメントを入れる時にねこれはねやっぱりそうそうこう注意をしないと僕入れられないですね。だって僕よりも上達者上級者ですから、はい、まあつまりですねそういったように感じた人にコメントを入れるっていう時には大概もう見透かされてしまうっていうことを僕自身が知ってるんですよ。だからまあ僕のね動画にもよくねこう反論コメントというか批判コメントとか、またあとお願いコメントとかねいろいろこう書いて、くださいます。まあ書いてくださるってことに関してはね、本当にまあ感謝しかありませんので、ありがとうございますっていう気持ちでね、まあ、常にいっぱいなんですけれども、まあ書くなってことじゃないですよ。書いてほしいですよ、はい、でもやっぱりねなんとなくみんな分かっちゃうんですよね。こう感じてしまうというか、まあ、その部分っていうのはありますね。まあ例えばねそうですね、想像力が足りない方のタイプ、はい、まあ例えばですけれども、どういうことをね、言ってこられるかっていうと、すいません、空波さん、今度例えばですけどもドカティの、パイクスピークこちらのレビューをお願いしますって書いてくる人想像力ないですよね。想像力ないと思いますよ僕。だって、僕が乗りたいバイクでもないですよ。で近くのバイク屋さんのねレンタル屋さんに、あるってことを調べた上で僕に言ってくれてるんだったらまだわかりますけど、そんなのもないですよね。例えばですけれども僕自身が乗りたいと思ってるわけでもないですよね。わかります？僕の言いたいこと。で、まあそしてお金を払うのも僕ですよね。はい。で、まあそうですね。まあ仮にですけれども、まあ言い方なんですけどもね。まあもしね、機会があったら、乗ってみてくださいとか、まあもしくは例えばですけども僕が、持ってますのでね、僕のバイクを乗ってぜひ感想を聞かせてくださいっていう人は僕はいいと思います。まあただその場合はね、僕はお金を払ってこう契約をしてね、保険をかけて、レンタルバイク屋さんでレンタルでねオートバイを借りるというのと、まあリスナーさんのバイクをね、お借りしてレビューを取るというのはこれ全く、法律的にもね、いろいろな意味でも倫理的にも違うことだと思ってますので、まあそういったリクエストに関しては、お断りをさせていただくわけなんですけれども、まあただそれだったらわかるんです。まあただそういったことじゃなくて、ただやってくださいっていうのは僕は想像力が足りないと思いますね。で僕がいやいや近所のレンタル屋さんにもないですしそのバイクは、ちょっとできないですって言うと静岡県にあるらしいですよって、いやそれはわかるけど静岡までじゃあ行く旅費と休みとそのレンタルする代金は出してくれるんですかって話だと思うんですよ。だって僕が乗りたいんだったら僕お金出しても泊まってでも行くと思うよ。でも何にも持ってないバイクですよ。それ僕ちょっとねそういう風に言ってくる方の想像力ってちょっと足りないんじゃないかなってちょっとね、思ってしまいますし、それとかね、まあ、あとはやっぱりねもう瞬間的にもうこの人クレーマー気質だなって、分かる人もいますよね。まあ、例えば、この前もありましたけど大前提を変えてしまう人もしくは大前提を、うやむやにして、話を展開する人、もうこれは文章読んでるともうすぐ分
かっちゃいます。はい、こういう人は相手にしちゃいけないタイプなんですよね。まあなぜかというと、例えばですけどこういうのがあります。あの僕がストレアとかダブル6番、まあ、このオートバイっていうのは遅さを、まあ、楽しむのが楽しいですって、まあ、そのバイクが、遅いって言ってるわけでも別にないですよ。あの僕が速いと思わないけどでも遅く走るのが楽しいって言ってるのに、それに対して、お前は腕がないと、あのダブル6番なんていうの速さを本当は知らないんだって、腕のあるやつが乗ったら SS なんてかもれるぞって、そんなことも知らないのかって書いてくる人いるんですよ。でもね、僕ね、それね、大前提自体がもうその人の言ってることって僕ちょっと頭おかしいと思うのなぜかっていうと、だって、ね、そんなそれだ、俺だって例えば自分の子供息子がね、免許取って取り立ての日に SS を借りた SS だったらね、僕ダブル6番で多分かもれますよでもそういった車両がね、こう遅いとは限らないんだぞっていう場合には、自分が SS に乗った、ね、状態でそのバイクを、自分がダブル6番でかもれるかって話じゃないと意味ないでしょ、前提条件として。僕こういう論調を展開してくる人ってちょっと頭悪いと思うバカじゃないかなって思っちゃうよ本当に。うん、まあ、それとかね、先日もありましたけれどもね、僕があの納車警察の話をした時にね、納車しましたって言葉をね、そんなことを突っ込むよりもね、僕は、おめでとうって言ってあげられるライダーでいたいですねっていう話なのに、その納車しましたって言葉を、あなたの息子が使ったらあなたはどう思うんですかっていう、そこのあなたの息子が使ったらどう思うにひたすら固執する人いましたけど、それも大前提が全然違うよね。でもしそれでじゃあ自分の子供が使ってたとしたら、その言葉注意しますって僕が言ったとしたら、その人ほれ見たことかって言うんだろうけど、それ逆を返せば、じゃああなたはツイッターとか、もともとの大前提が SNS の発信だからね、あれあなたはツイッターとかで、こうね、ツイートしてる人の、書き込みとか発信を全部自分の息子がしたことだと思って読んでるんですかって話になっちゃうよそれそれがどのくらいおかしいなことかっていうと、例えば、学年でね、テストで50以内に入ったらスマホを買ってあげるよって、ね、親が約束しましたと、テスト終わった後にね、子供が、お父さん50以内に入ったから、スマホ買ってよって言って、ああ入ったのかすごいなって、言ったらクラスでなって、クラス50人しかいないんですけどねその大前提狂わせてからあの議論を、そのなんていうのかな、論戦をもしくはなんていうのかな、こう挑んでくるっていう人は相当頭悪い。はい、あの僕はもうそれは言わせてもらいます。はい、そういったところもね、もう全て分かってしまうんですよ、あのコメントっていうのは。だから本当に怖いよね。なんで僕自身も、例えば、元ブロガーさんの動画見させていただいてね、この人はすごいなと、この人は俺勝てないなって、いうふうに、あのトーク力すごいなと思った人には、僕はあのからもし絡むときは相当気をつけますはい、まああのね、それはまあ、ぜひですね、皆さんも覚えておいていただいて、だいたいそういったものっていうのはね、その意図が伝わっちゃいます。はい、伝わっちゃいます。逆に言うとね、コメントもらっても本当に何気ないコメントでもね、その一言一言にね、ものすごいこうなんていうのかな、あの心っていうか魂がこもってて、僕自身もね、ポワッとあったまるっていうか、まあそういった言葉、コメントを入れてくれる人っていうのもいてね、これは逆に本当にすごいなって毎回、思いますね。あのそういったような方も、いますけれども、本当にね、言葉、それとか、文字っていうのには、魂が宿ってます。はい、あのその言葉を、どういう風に相手が、受け取るかっていうことも、その魂を乗せた言葉次第なんですね。ですので、大体ですね、本当にそれこそトーク力があるな、もしくはこの人すごい文章書くなっていう人は、相当その言霊を操ったりとか、その言霊を言葉文字に込めるっていう力がある人なんですよ。ある人なんで、そういう風に、まあ、思った人に対してね、は、どんなに、こうなんていうのかな、その人を、だまくらかそうとして、こう文字とか、言葉を発したとしてもまずまず通用しません。はい、でそういったような、力を僕自身がね、養えているのが、いわゆるコメントを読んでコメントを返す毎日のようにね、この作業だと、僕はね、思っております。はい、
ということで、今日は、コメント返し、はい、空波がなぜコメントを、返しているのかと、いうようなね、お話を、させて、いただきました。はい、どうもありがとうございました。